こんにちは、ポートランドからお伝えしています。こちらはなんか急に本当寒くなって、6時ぐらいになるともう本当に暗くなりますし、夏ですと9時半ぐらいまで明るいんですけれども、そんなわけでなんとなくこう寂しい、外にもそんなに行けないですし寂しいなという感じがしてるんですけれども、まあそれはさておいて、前回の動画ではこちらのパンデミックの現状というのをお伝えしたんですけれども、今回は国からどんな援助があるのかとか、そういったことについてちょっとお伝えしたいと思います。アメリカではこのパンデミックになって割とすぐですね、4月そうですね、税務申告の確定申告のあたりだったと思うんですけれども、ちゃんと申告をしている人であれば1人当たり1200ドル、まあ、12万13万ぐらいですか。で、子供については500ドルずつっていうことで、スティミュラスチェック、まあ、正式に言うとエコノミックインパクトペイメントっていうんですけれども、そういう補助が政府から出たんですね。で、ちゃんと税務申告をしてる人であれば自動的に振り込まれたりとか、あと小切手が送られてくるっていう、そういうシステムでした。なので個人で申請をしなくてもちゃんと送られてくるっていうシステムだったんで、それはすごく良かったと思います。まあ、中にはその確定申告というか税務申告をしなくてもいい、まあ、一定所得内の人とか、あとシニア層の方でもそういう方がいますけれども、そういう場合についてはちゃんとその国税庁の方のそのウェブサイトとかで申告をすればというか申請をすればすぐにもらえたようです。で、まあ、本当は申告をしなきゃいけなかったのにしていないという、そういう人についてはちゃんと申告をしてからにしてくださいという、そういうシステムですね。この補助金については本当に早かったです。まあ、自分で申請するわけじゃないんで、私もいつかは来るだろうと思って、まあ、ゆっくり構えてたんですけれども、なんか税務申告をした直後ぐらいにもすぐ来て、本当にそれはね、良かったと思います。今回大統領が変わって、まあ、1月からですね、スティミュラスチェック2回目のが出るんじゃないかとか、でどうなんだろうという、そういう話もありますけれども、まあ、私もなくはない話だなとは思ってるんですが、ただいろいろ状況は変わってくるかもしれないんで、まあ、ワクチンも出てくるとかそういうこともありますから、やっぱりこれで9ヶ月経ってるんで、まあ、スティミュラスチェックで最初は潤ってたかもしれないですけれども、中にはやっぱり経済的打撃がすごく大きい人もたくさんいるので、そこを持ちこたえるような何か補助が必要なんじゃないかなと思ってます。スティミュラスチェック以外にも失業保険ですね、こちらは結構すごかったと思います。すごかったっていうのは、まあ、普通は州を通して申請するんで、そちらの方についてはなんかすごく時間かかったようなんですね。確かになんか数ヶ月待ってそれでも来ないとか、なかなかコンタクトができない、誰も電話に出ないとか、そういう苦情がいっぱい出てたんですよね。で、そちらについては時間がかかった人も多かったようなんですけれども、ただ国の方普通は出ないんですが、これ特別に補助っていうことで、その州の方の、失業保険にを受給する資格がある人については州600ドルですね、これがもらえるというか降りるという、そういうことになった、なってたんですね。で、これが確か3月の末から7月の末ぐらいだったと思うんですけれども、もう終了はしてしまったんですが、そんな形で受給できました。州600ドルって大きいですよね。これは収入のレベルに限らず週600ドルっていう、そういう話だったんで、なので普段のお給料が低ければ低い人ほどすごく恩恵を受けたというか、逆にちょっと問題にはなりかけてたというか、月にすると2400ドルなんで、その国からのだけで2400ドル、そしてその上に、まあ、遅れたとしても週の失業保険が出ると、そうやって合わせると普段もらってるお給料よりも多いので、まあもちろんそれが目的というか、家にいてくれという
そういう目的もあったんでしょうけれども、やっぱりそれに甘えてしまうというか、そんなこともあるようでしたね。あとビジネスオーナーですね、こちらについても補助がありましたというかあります。で、まあ大きなものとしては PPP ローンっていうんですけれども、これはペイチェックプロテクションプログラムローンっていうんですね。まあ基本的には要するに従業員のお給料とか、あと家賃とか光熱費利息とか、あとは従業員のやっぱり健康保険とか、そちらの方を払うのに使う、そういう目的であればローンが出されるというか、そういったものなんですね。でしかもそのペイロール、お給料関係に使うということ、そういう条件になると返済をしなくていいっていうことなんですよ。まあ要するに本当に補助で、それでまあいろんな条件があるみたいではあるんですけども、何パーセント以上はこういうカテゴリー の経費じゃないとダメとか、いろいろあるようなんですが、基本的にはそういう決まりのよう で、私の知ってる人でもそれを使ってる人がいますけれども、やっぱり返済はいらないということです。でまあ普段ですと返済をしなくていいっていう論の場合、まあそれが収入とみなされたりするんですよね。それも収入とみなさなくていいという、本当に 100% フォギブネスというか、 100% 返済なしという、どういう形にしても返済なしという、そういうローンのようです。でこれは本当にビジネスにとっては助かると思うんですけれども、ただこれがどれぐらいの額が借りられるとか、そういったことはちょっと私も詳しくないんですけれども、結局最初はこんなに長引くと思ってなかったかもしれないですよね。今の状況だともっと長引きそうなので、このローンで持ちこたえることができるかっていう、そこが問題だと思うんですけれども、まあ、それが持ちこたえなかったらば政府も困りますし、ね、経済回復ができないですし、もちろん個人もそうですよね。最後に、まあ、私の個人的な現状を少しだけ話したいと思います。私の職場もやっぱり3月の中旬からずっとテレコミュートっていうことで、これで9ヶ月目というか、もう10ヶ月目に近いんですかになるんですけれども、まあもともと週の半分はテレコミュートしていいっていうことにはなってたんですけれども、私はまあ自分の個人的な好みというか、それから週1でやってたんですね。で今回こんな感じで、もう毎日ずっとテレコミュートっていうことで、まあ正直本当に疲れて、ちょっと疲れてますなんですが、まあよく考えればというか、考えなくてもなんですが、あんまり不満は本当言えないなと思ってて、ちゃんとお給料もらえてますし、テレコミュートで、まあ、コミュートの時間、通勤時間もなくなりましたし、まあ、いろんな出費が減ってお金も少しは貯まってきています。まあ、でも正直疲れてはきてますし、やっぱりメンタル面で結構打撃が大きいかなと思うんですよね。ちょっとしんどいですね。普段だと同僚と雑談をしたりとか、相談ね、仕事のことについても相談しながらやったりとか、そういうことが簡単にできるわけで、まあ家ですとスカイプとかズーム使ってるんですけれども、やっぱりそれでもこう目に見えないというか、パッと見えるところにはいないので、いや今電話していいのかなとかちょっと考えちゃいますよね。なのでチャットで少し確認してから電話できるかなとか、そんな感じでやってますけれども、やっぱり対面とは全然違いますよね。パンデミックになってから雇用された人とかも何人かいて、そういう人たちには実際に会ってないですし、突然ミーティングで、いや実は私は今回雇用された何々ですみたいな、そんなこともあったりして、やっぱり対面じゃないんで、こうあんまり親しくならないというか、やっぱり違うんですよね、その辺のところが。でもちろん今までもう、なんていうんですか、関係性が築けてた人たちの間では大丈夫なんですけど、やっぱり新しい人たちが入ってくると、それはちょっと変わってくるかなと思ってます。はい、今日は、まあ、このパンデミック
オレゴン、特にポートランド周辺での現状について話をしてみました。またちょっと状況が変わったら話をしてみたいなと思うんですけれども、まあその時には状況が改善していることを願うのみです。それでは皆さん健康に気をつけてお過ごしください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。